竹安太一は、静岡県伊東市出身のプロ野球選手。宇藤右内。オリックスバファローズ所属。埼玉県蓮田市で出生後に、静岡県伊東市へ転居。伊東市立ふと小学校の1年時に、地元の少年野球チーム、ふこジュニアで野球を始めると、中学生時代には、伊東リトルシニアに所属した。中学卒業後にに小学籍大学。 付属高等学校へ進学するが、1年生の夏に中退。地元にある静岡県立伊東商業高校に転校した。転校後は3年生夏の選手権静岡大会で NPB の複数球団のスカウトが視察するほどにまで成長したが、在学中は春夏ともに甲子園球場で開催の全国大会に出場できなかった。 伊藤将校で指導を受けた野球部監督は、麻酔博士の弟である、麻酔裕也であった。高校卒業後は、熊本県、福岡県でスーパーマーケットを運営する鮮度市場へ、入社、同社の公式野球部である社会人野球の、熊本ゴールデンラークスへ入部し、本社で経理を担当した。1年目から公式戦で登板すると、2年目の夏には、 本田熊本の強化選手として、都市対抗野球大会に出場した。ゴールドジム新市街熊本の運営と管理を委託された10月からは、同ジムのトレーナーとして、オフシーズンにトレーニングの指導やカウンセリングを任されていた。しかし、冬に右肘内側側腹じ帯を痛め、12月にトミー・ジョン手術を受け、翌年9月の社会時に野球日本選手権。 九州予選で実戦に復帰した。2015年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから3巡目で指名。契約金5000万円、年俸840万円という条件で入団した。背番号は42で、担当スカウトは田中修太。阪神タイガース時代2016年3月20日阪神、鳴尾浜球場2016年には、 シーズン終盤の1軍デビューを目標に、前日の手術に伴うリハビリやトレーニングを優先。春季キャンプも2軍の秋組で過ごした。6月17日にオリックスバファローズとのウエスタンリーグ公式戦6回裏から1イニングの9円で実戦デビュー。同リーグの公式戦全体では、6試合の登板で0勝2敗、防御率10.57を記録した。 しかし、同期入団の新人選手でただ一人、一軍昇格の機会がなく、シーズンの終盤には、右肩痛を発症した。2017年には、ウエスタンリーグ公式戦で3試合に登板した7月に、月間通算で2勝0敗、防御率0.56という好成績を残し、阪神球団が制定する、ファーム月間最優秀選手賞を受賞した。以もを維持すると、 10月5日の対、中日ドラゴンズ戦の7回表に1、軍公式戦へデビュー。同点の場面で1イニングを三者凡退を抑えた。その裏の攻撃でチームが勝ち越したことで、わずか9級で1、軍公式戦初勝利を挙げた。阪神の投手による1、軍公式戦初登板初勝利は、青柳明洋が2016年に先発登板で記録して以来であった。 ウエスタンリーグ公式戦では主に先発で20試合に登板し5勝4敗防御率2.76を記録。シーズン終了後に台湾で開かれた2017アジアウィンターベースボールリーグには NPB ウエスタン選抜の一員として参加した。2018年には一軍公式戦2試合に登板。勝敗はつかず防御率は2.25だった。 ウエスタンリーグ公式戦には14試合の登板で6勝、0敗、防御率1.30という成績をマーク。先発要因としてファーム8年振りのリーグ優勝に貢献した。2018年12月20日にオリックスバファローズの西祐希が国内 FA 権の行使によって阪神へ移籍したことに伴う人的保障措置によりオリックスへ移籍することが発表された。 背番号は西が着用していた21。2019年にはオープン戦期間中の3月上旬に右肩を痛めたため、レギュラーシーズンを憎んでスタート。ウエスタンリーグ公式戦で好投を続け、6月12日の対中日戦で先発投手として移籍後初の1、軍公式戦登板を果たした。同月十四日の対東京ヤクルトスワローズ、戦で、 移籍後及び先発登板での一軍公式戦初勝利をマーク。8月17日の対千葉ロッテマリームズ戦で一軍公式戦での初完投勝利を完封で挙げた。NPB において FA 健康師による移籍への補償対象になった投手が補償措置による移籍先の球団で一軍公式戦での初完封勝利を記録した事例は2002年に勇気が達成して 以来二人目である。一軍公式戦全体では、10試合に先発登板し、3勝2敗、防御率4.50という成績を残した。シーズン終了後の11月28日に、自身二度目の右肘手術を受けた。12月4日には、推定年俸1800万円という条件で、契約を公開した。最速時速 147km の伸びのある。 ストレートが武器で、スライダー、カーブ、フォークも投げる。岩隈久志の投球スタイルや投球フォームを参考にしており、阪神への入団後は、大阪近鉄の投手コーチ時代に、岩隈を指導した二軍投手コーチの久保構生を通じて、岩隈本人からアドバイスを求めていた。阪神からの指名挨拶を受けた直後には、自分の活躍で、熊本ゴールデンラークスを、 全国の人に知ってもらいたい。先度、市場では一時期 CM を放送していたので、CM の制作を再開した際には、出身選手として出演できれば良いという抱負を述べた。阪神時代の背番号42は、担当スカウトである田中修太の現役時代に当時チームメイトの下柳、つよがつけていた番号であった。竹安は、阪神への入団記者会見で、 背番号についての質問を受けた際に、担当のシュータスカウトから、グラブは投げるもんじゃない、大切にしろよと言われた教えをしっかり守りたいと、回答。2007年10月1日の対、横浜ベイスターズ戦に先発で登板した下柳が、遊撃を守っていた、シュータの失策に対する怒りからグラブをマウンドに、叩きつけたエピソードにちなんだコメントで、報道陣の爆笑を誘った。 ありがとうございます。